はいどうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら。一気に極める算数、小学4年生から6年生の割合と比例という区門から出る教材です。区門教材。まあまあ、大体レベル的にはね、基礎標準っていう形だと思います。そういったものに対して紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあ説明をしていきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、予習復習用、まあ定期テスト用ですかね。で、この教材はね、インプットがないんですよ。もう完全にドリルみたいな形だから、演習用教材です。学校の授業が分かんないっていう子がやる教材ではないです。学校の授業が分かるから、ちょっと演習しようかなと思ってやる教材です。ただ定期テストとは言ったんですけども、学校のまあ、教材に対して準拠してるわけでもないので、なので、まあ、ある程度ね、ある程度その、まあ、その対応している分野を復習したりとか、あとは定期テスト対策でやるかなぐらいの、そういった教材です。しかもね、この教材2011年の、まあ、前のね教材になるので、販売はしてるんですけども、でもこの教材よりも違った教材がね、新しくアップデートしてったりとかするので、まあ購入するかどうかって言われると、まあ購入しなくてもいいとは思うんですけども、ただ区門は基礎標準、ずっとそういった教材を作ってるなっていう印象が、まあ出るような教材の作り方かなと思います。演習用教材っていうのはね、どうしてもやれば成績上がるっていうわけではなくて、どこら辺が穴が開いてるのかっていうのを探すための教材なので、そこら辺を勘違いされずに、まあ、演習してもらったらいいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね。